どうも、皆さん、工藤でございます。本日は2022年の9月21日、水曜日でございます。現在の時刻は朝の7時2分でございます。はい。ついにね、まあ、7時を過ぎてしまいましたが、はい、いつも通りやっていきたいと思います。今日はですね、寒いです。はい。朝のニュースでもね、まあ、全国ニュースでやってたと思うので、まあ、皆さんのところももしかしたらそうなのかもしれないんですが、なんか今シーズン最も冷える日らしいですね。うん。まあ、今シーズンっていうのは多分4月からのことなのかな。うん。まあ、4月からのね、4、5、6、7、8、9ときて、まあ、最も冷え込んでいるということみたいで、あのね、ここ最近私もずっと暑くて、うん。まあ夏の間はね、暑くて、夜寝るとき、ね、エアコンつけて、まあ夜の、なんだ、間に、こう勝手にエアコンの電源が切れるように、うん、設定して、夜寝てる間、しばらくの間はね、エアコンつけたりして、寝てたんですけど、久々にね、何にもつけずに、寝ました。はい。さすがに。うん。まあ、むしろね、今日朝起きてきたら、あまりにも寒すぎて、まあ、自分の部屋ではないんですけど、まあ、自分の家のリビングルームっていうのかな、の部屋にもエアコンがあって、ついにね、暖房をつけるっていうことが、まあ、起きるぐらい、青森は冷え込んでおります。はい。で、たった今ね、Siri の方にね、何度なのか確認してもらったところ、現在の私の住んでるところの気温は、12度。もうついにそこまで来ましたね。はい。で、聞いたところによると、昨日の夜、夜中なんかはもっと冷え込んでいて、もうついに一桁台まで行ってたみたい。9度まで。うん。9度までもう下がっていたらしいです。はい。まあ、青森でこの程度なんで、やっぱり北海道とかはもうすでにね、氷点下はさすがにないかな。どうだろうね。北海道のさらに北の方とかはあるのかな。さすがにまだ早いかな。ね。まあ、札幌とか、まあ、その辺とかだと、まあ、一桁台は普通にあるんじゃないかなと思いますけど。うん。はい。まあ、全国的に冷え込んでるってことなんで、私も朝外出てね、まだ半袖短パンの格好なんですけど、夏仕様だからね。夏仕様だから半袖短パンの状態で、外出てね、軽く体操してたんですけど、風がとにかく冷たくて、うん。ね。まあ、12度なんで、まあ、さすがに半袖短パンで、外に出るような気温ではなかったですね。はい。本当にね、急にね、寒くなったり、急に暑くなったりっていうことが、まあ、この時期、あるのかなと思いますんで、確かね、今日がまあ寒いんだけど、今日、明日、明後日あたりがね、寒いんだけどね、またちょっとね、徐々になんか、上がっていく、少し暖かくなっていくっぽくて、うん。まあ、まだ9月だしね、うん、まあ、まだ残暑がね、あったりすることもあるので、やっぱこう急に冷え込んだり急に暑くなったりみたいなことがあってね、まあ、その寒暖差にやられて体調崩す人もね、まあ、いると思うし、まあ、私もね結構それで頭が痛くなったりねすることもあるので、うん、まあ、ちょっとねこの時期気をつけたいなと思います。はい。まあ、10月に入って本格的にねもう寒くなってくると、うん、もうそうだね、私の家だとエアコンではもう済まなくて、うん、さすがに、ストーブが出てきます。ついにストーブのやつが活躍する出番になってきますんでね。はい。まあなんかあっという間に冬になっちゃうなっていう、うん、秋本当にね短いですね、青森は。うん、感覚的な問題ですけど、うん、もう10月って言ったらもうストーブが出てきてね、ああ寒い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 って言って、うん、今日も朝ね布団から出るのがもう嫌になるほどちょっとね寒かったんで
はい。まあ、ちょっともしかしたら今後、配信時間が少し遅くなるかもしれないけど、はい。まあ、冬が近づいてきた証拠なのかもしれないです。はい。まあ、でもね、毎朝頑張っていきますので、よろしくお願いします。はい。というわけで、まあ、朝のね、軽い雑談はここまでにしといて、今回のお話、メイントークについてなんですが、ちょっと久々にね、スタジオコエミの聞くアニメの話を少ししようかなと思います。はい。もうずっとしてなかったような気がするんですが、多分最後に話したのは、あれかな。まあ、今回話すつもりではいるんですけど、グッバイ宣言っていうね、スタジオコエミの聞くアニメの第何弾だ？第 6?6 弾ぐらい？第6、7、6かな？何だかな？まあ、そのぐらいの、グッバイ宣言っていうのが出てました。はい。この間までね。で、今は、もう、第1話、第2話、第3話の配信が無料で聞けて、それ以降、10話が最終話なんですけど、4、5、6、7、8、9、10話に関しては、YouTube だとメンバー限定だとか、まあ、ブースで、個別でね、購入したりとか、うん。まあ、する必要が、まあ、あるということです。はい。まあ、なので今回ね、グッバイ宣言を実は私は全部視聴してたんですけど、ちょっと感想言ってなかったんで、その感想を話していきます。はい。ただ、その感想を聞いて、グッバイ宣言気になったなと思って、聞いてみようとなっても、無料で全話聞くことは、現時点ではできない。現時点というか、今はもうできなくなっているので、うん。全部聞きたい人はブースで購入する、ブースとかで購入するか、まあ、YouTube のメンバーシップに入るかっていう方法があると思いますので、そこだけご注意ください。はい。で、グッバイ宣言の感想も話すんですが、あれからまあだいぶ経ってて、すでにね、もう新しい作品が始まってたりします。はい。ただね、ちょっと今までの、作品とは少し違う部分もあるので、まあ、それについてもね、お話ししていけたらなと思っております。はい。じゃあ早速ね、先にまず、グッバイ宣言のお話からしていきましょうか。はい。グッバイ宣言についてはですね、私はね、Spotify の方で、全話視聴させてもらいました。はい。今ね、YouTube のスタジオコエミンさんのページ来てるんですけど、1ヶ月前に投稿されたのが第1話かな？うん。ですかね。うん。最新話が更新されたのが、まあ、3週間前となってますんで、まあ、約1ヶ月前かな？まあ、8月の、私で言うと夏休み中に、はい、配信が開始されてたかな？確か。うん。で、さっきも言ったけど、全10話で構成されています。はい。まあ、もっともっと、そのなんだっけ、グッバイ宣言っていうね、ボーカロイドの、楽曲があって、まあ、それが小説になってたんだっけな？確か。うん。で、それを、さらにその、聞くアニメとして、まあ、オーディオドラマみたいな形になったということです。はい。まあ、まずね、言っちゃうと、全体を通しての感想としては、まあまあ面白かったですよ。はい。前話した時にね、1話だったかな？聞いて、星4だったかな？うん、つけたような気がするんですけど、全体通して、そのレビューは変わったのかっていう話ですけど、まあ星4かなと、いう感じですかね。まあ、まあ結構多めに見て星4かなと、感じですね。星5はさすがにね、ちょっと、まあ、なんだろう、大げさというか、つけすぎかなっていう感じもするんで、星4、まあ、あげましょうみたいな感じ。お前、誰目線なんだよってね。ちょっと上、かなり上から目線になっちゃってますけど、まあ、そんな感じですね。はい。まあ、でもなんか、毎週毎週ね、あ、次の展開どうなるんだろうって、楽しみにしながら、結構聞いてましたね。はい。なんか、まあ、ラブコメとはちょっと違うんだよね。コメディでは、まあ、あるとは思うんだけど、まあ、恋愛要素も多少あるのかなっていうね。
ところで、まあ、最終回の第10話、まあ、グッバイ宣言っていうタイトルついてるんですけど、まあ、その2人の行く末がどうなるのかっていうところだよね。うん。まあ、あの終わり方に関しては、まあ、どうなんだろうな。まあ、まあ、いろいろ人によってね、思うところあると思うんだけど、まあ、私小説とかも読んでないので、楽曲もそんなちゃんと聴いてるわけじゃないから、はい。まあ、小説の終わり方も同じなのかな。ね。小説がどこまで描かれていて、今回の聞くアニメが一体どこまで、ね、描いたものなのか、ちょっとわかんないんですけど、まあ、小説もあの終わり方で、まあ、グッバイ、聞くアニメの終わり方も、あの、10話と、10話の終わり方で、まあ、同じであるんであれば、まあ、ハッピーエンドといえばハッピーエンドなのかなっていう気もするけど、なんかちょっともやっとする部分もあるなっていう、まあ、終わり方ではあるんだよね。まあ、気になる人はね、本当にあのメンバーシップとか、ね、ブースとかで購入して聞いてみてほしいんだけど、まあ、なんか、まあ、そんな感じなんだよね。まあ、ちょっとあんまりね、ネタバレになるから、はっきりとは言えないんだけど、え、そうなっちゃうの?みたいな。みたいな。ちょっとね、いう部分があるんで。まあ、だからそういう意味でも、まあ、普通のなんかこう、ハッピーエンドちゃんちゃんで終わらないっていうところは、まあ、逆に言えば面白い部分なのかなっていう気はしますけどね。はい。まあ、そうだね。それ以外の、話数というか、ね、まあ、全10話があって、で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 とあるわけですけど、まあ、主人公の男の子の、まあ、成長だったり、まあ、ヒロインの女の子の、まあ、ヒロインの女の子はどっちかっていうと成長というか、なんだろうな、主人公を引っ張っていくみたいな、感じのキャラクターであるけど、まあ、なんか徐々にね、主人公に影響されて、ね、お互いにっていう感じなところもあって、まあ、全体として本当にすごく良かったかなと思いました。はい。ね。だから唯一言うんであれば、だからその最後の、最後の終わり方が、ちょっと私個人的にはなんか、っていう、そういう終わり方すんの?みたいな。まあ、そこまでモヤモヤみたいな、もう鬱展開みたいな、そこまでじゃないんだけど、はい。まあ気になる人はね、ぜひ、グッバイ宣言のね、聞くアニメ聞いてみてほしいなと思います。はい。って感じかな。めちゃくちゃ簡単に。まあネタバレになっちゃうしね。現時点ではもう3話までしか聞けないようになってますんで、まあなかなかね、簡単に聞いてくださいとは言いにくいんですけど。はい。ですね。まあ YouTube の場合は、まあ Spotify と、あ、間違った、あれ。YouTube の場合は、Spotify とは違って、まあ、音声コンテンツじゃなく、だけじゃなくてね、まあ、動画のコンテンツになってますんで、まあ、キャラのね、あの、イラストが、こう、ちょっと口がパクパクって動いたり、目がこう、なんていうの、瞬きか。瞬きしたりみたいな、まあ、そういう演出がね、加えられていて、まあ、よりなんかこう、物語の、中にこう引き込まれやすいっていうような感じにはなってますね。はい。まあ、私はあの Spotify の方で夜寝る前にね、もうヘッドホンつけてね、集中して聞いたりしてたんで、まあそれはそれで面白かったかなと思いますけど、やっぱビジュアルがあった方がね、いいっていう人はまあ YouTube で視聴するのがいいのかなと思います。はい。まあ YouTube もね、スマホとかで再生すれば、バックグラウンド再生とかね。あれでも、あれ、YouTube のプレミアム機能だったっけか。ちょっと忘れたけど、まあそういう機能を使えばね、はい。まあ別に音声だけで楽しむこともできますんで、まあ Spotify でも YouTube でも、まあどちらでもいいのかなとは思いますけど、はい。って感じです。はい。というわけで、スタジオコエミーさんの聞くアニメ、グッバイ宣言の聞いてみた感想でございました。はい。では、続いて、今現在、配信中の
作品についてちょっとお話ししようかなと思います。これもスタジオコエミーさんの、まあ、聞くアニメでいいんだよね、これね。うん。というのもですね、ちょっとね、まあ、さっきも言ったけど、ちょっとこれまでの作品とは少し違うというか、うん、雰囲気がね、今までこんな感じだったっけかっていう、うん、お話なんですよ。はい。これ聞くアニメなんだよね、一応ね。そうだよね、うん。ハッシュタグで聞くアニメがついてるから多分そうだね。はい。ですね、今、スタジオコエミさんの聞くアニメコンテンツとしてこう、配信されているのがですね、風の鼓動という、これね、日本を代表する幻想ホラー小説らしいんだよね。うん。少年が旅人レンと共に巡る不思議な鼓動の世界らしい。うん。あ、鼓動っていうのは、古の道って書いて、鼓動。風は風ね。ビュービュー吹く風に、古の道と書いて、風の鼓動っていう風に読むらしいです。はい。そう、さっき言ったけど、ホラー小説なんです。これね。うん。で、私はですね、一応、1話、2話までは聞いたかな。うん。まだ3話、4話。4話がね、なんか、昨日だか一昨日だか、更新されてた気がするんですけど、3話まだちょっとね、聞くの忘れて、うん、まだ聞いてないんですけど、1話、2話は、聞きました。はい。で、これね、一つ注意点なんですけど、私が探せないだけなのか、今回のこの風の鼓動の聞くアニメに関しては、Spotify で配信されてないと思います。うん、多分。なんかね、Spotify で検索かけたりして、探してみたんだけど、見つかんないんだよね。うん。もしかしたら、だから風の鼓動に関しては、もうSpotify で配信されてないんだと思います、もともと。うん。だから、スタジオコエミさんの YouTube チャンネルのみで配信されてるものになるんだと思います。はい。その YouTube のね、風の鼓動の第1話とかの概要欄見てみたんですけど、特にその Spotify のリンクが貼られてるってこともなくて、うん。まあなんかその、商品版、豪華特典がついてる、特典音声の、なんていうの、狐魔術師でいいのかな。うん。あとは原作者の、これなんて読むんだろう。なんとか川幸太郎さん。ちょっと待って、これなんて読むんだ。これ、常川さんか。常川幸太郎さん。原作者ね。の書き下ろし、風の鼓動の外伝小編を、杉田智和さんが朗読したやつ。が、特典音声か。うん。主演キャストインタビュー記事、前編動画&音声収録台本っていうのがついた、まあ、豪華特典付きの商品版っていうのが、まあ、売ってたりして、まあ、ブースの、うん、リンクがね、入ってはあるんだけど、今のところそうだね、やっぱ Spotify のリンクとか貼られてないので、やっぱり YouTube 限定なんだと思います。今回の風の鼓動については。はい。うん。ね。まあなんか、急にどうしたんだろうと思ってね。うん。なんかあったのかな？ Spotify での再生回数があまり芳しくなかったとか、そういうことかな。まあ YouTube でもね、やっぱ同様に聞けてしまうからさ。うん。しかも YouTube についてはさっき言ったようにバックグラウンド再生もできるし、ビジュアルもね、ついてるから選べるんだよね、やっぱね。YouTube で再生する場合ってさ。うん。今日はちょっと動画付きで見たいなって場合は、まあ普通にそのままね、画面オンにしてみればいいし、音声だけで聞きたいなって場合は、バックグラウンドで再生すれば、ね。うん、いいだけなんで、やっぱその辺こう選択肢があるっていう点では、まあ、プラットフォーム上の問題ではあるけど、やっぱ YouTube 強いよね。うん。この前かな、ちょっと前にその YouTube でポッドキャストが聞けるようになるって話もしたけどさ、うん、あとね、これあんまり、まだね、クドラジで大々的には言ってないんだけど、今ですね、私そのクドラジの公式サイトを、
まあ、クドラジの公式サイトとしてではなく、ちょっとね、ポッドキャストのそのノウハウを、ね、まとめたサイトみたいな形で、まあ、運用していこうとしていて、まあ、その中で、その YouTube とポッドキャストのね、ことについてもちょっとね、まあ、文章で書いたりもしているんですけど、ね、やっぱりね、YouTube 強いよね。プラットフォームとしてさ。うん。もう、今はね、もはやナンバーワン、動画プラットフォームナンバーワンだとは思うんですけど、今後そのポッドキャストも聞けるようになるってなると、既存のポッドキャストプラットフォームが、かなりやばいんじゃないかなっていう気はしてます。はい。もうすべて YouTube の中でね、できてしまうってことになっちゃうから。うん。ね。動画はもう YouTube で見るし、ポッドキャストもじゃあついでに YouTube で見ちゃおうかってなっちゃうと思うんだよね。うん。やっぱ、ね。っていうのもあるのかな。もしかしたらね。うん。今回その風の鼓動が、Spotify がなくて YouTube のみになっているのはそういう点もあるのかもしれないですね。うん。しかもその YouTube ってやっぱさ、メンバーシップ。さっき言ったけど、メンバーシップ機能。うん。それこそグッバイ宣言とか、メンバーシップ機能もあるし、うん、そのままね、メンバーシップになれば、YouTube 上でメンバーシップ限定の動画が見れるし、Spotify は多分ないんじゃないかな、そういう機能。うん。確か。ポッドキャスト自体もね、やっぱそのまだ収益化っていう部分に関して、まだ弱い部分がね、結構、弱いというか、まだ不十分なね、感じがするので、やっぱ Spotify とかもそうだけど、ポッドキャストで収益化するってなかなか難しいんだよね。うん。はい。まあ、スタジオ小泉さんはやっぱ企業としてやってるわけですから、やっぱ収益が生まれないと、ね、こう、サービスも提供できないわけですから、まあ、そういうのも考えると、やっぱ Spotify で配信せずに YouTube に特化して、ね、メンバーシップだとか、まあ、ブースだとか、でやっていくっていうのは、まあ、ね、いい判断っていうのも変、なんか変だけど、うん。まあ、そういう判断もありなんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、本当に誰目線なんだよって感じなんだけど、まあ、ポッドキャストやってね、まあ、いろいろ、私も自分のね、ポッドキャストの収益化とかね、そういうお金の部分に関しては、ちょっといろいろ自分でも調べている身ではあるので、そういう人間からすると、まあ、そういう判断も、まあ、確かにあるよなっていう気がしてます。はい。全然ちょっと話それちゃったんですけど、うん。まあもちろんわかんないですよ。実際のところはわかんないけど、スタジオコエミンさんが、どういうつもりでその Spotify の配信をしてないのかっていうのはわかんないけど、まあそういう背景あるんじゃないかなっていうことですね。私の勝手な妄想なんで、まあ、うん、そうなのかなぐらいの気持ちで聞いてほしいんだけど。はい。ねえ。それとも私がやっぱ咲かせてないだけなのかな？どっかにあるんですかね。検索かけたんだけど出てこなかったんだよね。不思議です。そういう意味でも込めてホラーなのかな。違うかな。まあ、で、今ね、第4話か。4話まで配信されてて、で、こちらはですね、第3話までは、もうずっと無料で公開されるんだけど、最新話、1週間限定の最新話だけは、まあ、無料公開されていて、で、それ以降は、まあ、メンバーシップ限定のコンテンツになるみたいなんで、うん。今これ聞いてね、風の鼓動気になるなっていう人は、ぜひ、今からね、今だったらまだ間に合うんじゃないかなと思いますんで、はい。ぜひ聞いてみてほしいなと思います。はい。私ね、まあ、ぶっちゃけるとホラー系あんまり好きじゃないというか、得意じゃないんですよね。うん。今のところ、まあ、聞いてて、そんなすごい、ベカーみたいな、びっくりーみたいなことはないんだけど、うん、私結構そのホラー系でそういうのが苦手なんだよね。ドカーンとかでかい音で急にびっくりするようなやつがあんまり得意ではないので、うん、ホラー系の、まあ、ゲームもそうだけど、うん、作品ってあんまり見ないんだけど、まあそうだね、風の鼓動今のところは、まあ、なんだろうな、この前のキックアニメのさ、なんだっけ、8日後、君も消えるんだねだっけ。あの作品とかは結構、なんか、ところどころにバーンってかっていう音が入ってて、うわって、
ビクッみたいな。してたんだけど、まあ、今んとこ風の鼓動はそんな感じはないかな。まあ私も2話までしかね、見てないので、まあ、なんとも言えないんですけど、うん。まあホラー小説なんで、聞いててワクワク楽しい、みたいな、ドキドキ、みたいなのは、まあ、正直ないんだけど、ホラー小説だからね、どっちかっていうと、違う意味のドキドキっていうのかな。うん。なんか、不気味だなぁ、みたいな。っていうのはあるけど、うん、ね。まあ私はどうかな。ちょっとね、やっぱ好みがあるからさ、そういうのってさ、コメディが好きな人、ホラーが好きな人って。ね、やっぱホラーが好きな人はこういうのね、聞いて、なんかこう、あ、怖い、ドキ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 っていうのが好きな人は楽しめると思うんだけど、私はね、やっぱ、聞いてて楽しくなるような作品が、まあ好きなので、うん。本当にやっぱ趣味というか、好みの問題っていうのが、ね、大きいのかなっていう気はしますね。はい。まあなので、ちょっと今後ね、2話まで聞いたけど、3、4と、まあ、聞いていくかと言われると、ちょっとまだわかんないかなっていう感じはしてます。はい。うん。まあ一応皆さんにね、なんかこういう感じだったよっていうのを伝えるために聞いておきたいなっていうのはあるんだけど、1話2話を聞いた感想としては、あ、次も楽しみだなーっていうのは、正直あんまないんじゃないんでね。うん、ぶっちゃけるとね。それで言うと、グッバイ宣言とかはね、結構ね、毎週、あ、次どうなるんだろうっていうね、ワクワクみたいなのがあって、毎週楽しみにしてたんだけど、うん。まあ、あれはホラーじゃなくて、やっぱコメディで、私も大好きなラブコメみたいな部分がね、ちょっとあるので、うん、やっぱ、好みだよね。うん、好みだね。やっぱそういう部分もあるんでね。はい。まあ、ホラーが好きな人は、はい、一度、YouTube で聞いてみるといいんじゃないかなと思います。はい。YouTube で動画で見るとですね、グッバイ宣言ほど、そのキャラクターが口パク動いたり、こう、瞬きしたりみたいな、そういう、あ、瞬きはするのかな？うん。まあ、口が動いたりみたいな激しい動きはそんなにはないんだけど、うん。そうだね。まあ、一枚のイラストがあって、キャラクターがまあ、瞬きして、あとなんか花びらみたいなのがこう、わーってちょっとこう流れていくような演出があるだけで、まあ、動画としてはそんなにかなっていう感じはありますけど、うん。まあ、もともと聞くアニメ、聞いて楽しむアニメっていうね、ものなんで、はい、音声主体のね、コンテンツだから。まあ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 。うん。だから、風の鼓動に関しては結構、バックグラウンドで音声だけで楽しんでも楽しめるんじゃないかなとは思いますね。はい。あとはそうだね。やっぱホラー作品だから、自分でそういう空気感作るのも大事かなと思います。うん。私はやっぱり、夜寝る前とかにね、こう、夜寝る前にさ、スマホのライトとか、こう見ると眠れなくなるとか言いますけど、まあ音声だったらね、まあ、耳だけ、ね、イヤホンとかヘッドホンとかつけて、目はね、こう目つぶってても大丈夫だから、まあ、そういう刺激もないだろうし、まあ、あまりその寝る前にね、ロックみたいな激しい音楽聴いたら眠れなくなるってことはあるのかもしれないけど、うん、まあヒーリングミュージックとか、まあ、私だと ASMR 聴いたりとかすることもあるんですが、ね、夜寝る前、ね、部屋真っ暗にしてさ、夜中に、まあ、夜中といっても私は寝るとき9時とかね、まだ夜中っていうレベルじゃないんだけど、の時間にこういうホラーの、ね、音声聞いて、ちょっとこう、真っ暗な中で、目もつぶってるし、夜でもし真っ暗だからさ、こうちょっとこう、ホラーの雰囲気をね、こう耳だけで体感するっていうのは、ありかなとは思いますけどね。うん。私一応風の鼓動を聞くときも、夜中ね、寝る前にヘッドホンして、目つぶって、もう真剣に聞いてはいるんですけど、はい。まあそういうね、楽しみ方もありじゃないかなとは思いますけどね。うん。やっぱ昼間にさ、ね、やっぱこういうホラーもの見るのと、やっぱ夜中にさ、一人で真っ暗な部屋で聞くので、ちょっと雰囲気違うんじゃないかなとは思いますんでね。はい。私だって、ホラーゲームの実況とかって、まあ、あんまり好きじゃないんだけど、正直ね。好きじゃないんだけど、どうしても見たい場合は、やっぱ、一
昼間に見ますね。びっくりしたりするから。びっくりしたりするし、怖いから、まあ私は昼間にホラーゲームの実況を見たりして、うん。なんとかごまかしてはいるんだけど、まあそれでもビクってなるときはなるけどね。はい。まあそういうなんか環境作りじゃないけど、聞く環境を作っておくっていうのも、まあ楽しむ方法の一つなんじゃないかなっていう気がしてます。はい。というわけで、スタジオコエミーさんの聞くアニメ、まあ第何弾かちょっとわかんないんですけど、風の鼓動、幻想ホラー小説の風の鼓動、はい、YouTube で配信中なんで、ぜひ聞いてみてほしいなと思います。はい。というわけで、今回はね、スタジオコエミーさんの話をちょっと久々にして、グッバイ宣言の感想、そして、新しく今配信されている風の鼓動、ホラーね、ホラーの風の鼓動についてお話ししてみました。はい。で、グッバイ宣言は Spotify でも多分配信されてると思うんだけど、ちょっと待ってね。確認してみていい？前はね、Spotify で聞いてたけど、あ、うん、配信されてはいるけど、まあ、3話までになってますね。はい、そうだね。だからまあこれから聞くんであれば、やっぱ YouTube でメンバーシップになって、メンバーシップ加入して、全話聞くのが一番なのかな。それかまあブースで購入して個別にね、ダウンロードして聞くとか、うん、っていうのが一番なのかなと思いますけど、ね、まあ風の鼓動に関しては、本当に YouTube だけ、もしくはまあ特典版を、特典版、商品版を、特典付きのやつを買うっていう方法があると思うので、はい。ねえ、まあ、さっきも言ったけど、やっぱ YouTube 強いね。うん。YouTube 一本っていうか、Spotify がちょっと大丈夫かなっていう気がしてますけどね。うん。はい。まあ、ちょっとその辺はまた別のね、機会にお話ししようかなと思いますんで、はい。よろしくお願いします。それでは、今回の配信はここまでにしたいと思います。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。